みつきの秘密基地、秘密基地、秘密基地。どうも皆様、おはこんこん、みつきクバスターです。みつきの秘密基地5月号やっていきましょう。さあ、来月はね、もう6月ということで、まあ6月っていうと正直、まあ祝日もないし、梅雨だし、あんまりいいイメージっていうのがないんですよね。まあ野球で言えば交流戦が始まるんで、交流戦はまあ楽しみかなとも思いつつ、まあ、僕のね応援してるオリックスは普段は割と交流戦強い方だと思うんですけど、まあ、去年とかあんまり、一昨年かな、もう良くなかったんで、なんかなんだろうな、最近はそんなに言うほど好きじゃないというか、前までほど強くはないので若干不安かなと思いつつ、でも今年はまだいけそうかななんて思いつつ、いろいろ複雑な気持ちがあります。はい、まあ6月ってあんまりねいい感じが僕はあんましないんですけど、まあね楽しく、過ごしていけたらなと思っております。はい、まあ今回もね早速質問箱やっていきましょう。いただきました、ありがとうございます。まず1つ目、僕は名前が呼びやすいせいか小学生時代からあだ名がなかったんですが、みつきさんは学生時代や社会人になってどんな呼ばれ方をされましたか？変わった呼ばれ方があれば教えてください。まあそうですね、だいたい僕も小学校とかの頃はあだ名じゃないですけど、まあちょっとね詳しくは言えないんですけど、名字の何上2文字というかにちゃんまあちゃんでね、親しみを込めてちゃんってつけて呼ばれてたりはしてました。下の名前で呼ばれることはほとんどなかったですね、小学校とか特に。ほとんど大体その名字の上2文字にちゃん付けされる呼ばれ方がほとんどでした。まあ中学高校とかはほとんどまあ名字で呼ばれてましたね。まあ普通に名字で呼ばれてました。だから僕もねほとんどあだ名っていうものなかったんですけど、まあ、逆に言えば専門学校に入った頃につけられたみつきっていう名前がすごく気に入って、今もこうして使ってるぐらいです。本当に、はい、本当にまあ僕のフルネームからついた名前なんですけど、全然、まあ、一見すると関わりなさそうな感じなんですよね。だからこそなんていうのかな、いい名前というかすごく気に入ったという感じですね。まあ変わった呼ばれ方で言うとやっぱみつきかなと思います。はい、2つ目、ドーナツとドーナッツだとどちらですかね、それともミスドですかね、ということで、まあどうなんだろう、字面的にはドーナッツだとは思うんですけど、まあどうなんだろうはシャレじゃないんですけど、字面だとドーナッツだとは思うんですけど、まあ普通に言う時だとやっぱドーナツかなと思います。まあミスドもね言いますけど、ミスドはお店のね略称なんで、本体はやっぱりドーナツじゃないかなっていうふうに思います。まあドーナツとミスドの使い分けというかで言うと、ドーナツは商品名というか商品そのもののくくりで、ミスドはミスタードーナツと店っていう区分けですかね、僕は。はい、そんな感じです。はい、続きまして、なんかすごい見た目なんですけど、大喜利って機能があるのですが、これってみつきさんがいい返しをしてくれるという認識でダメですよね？どうなんでしょうかね。まあ全然大喜利送っていただいてもいいんですけど、そんなにね得意じゃないと思うんですよね、僕的には。なんかそんなね、まあ生まれも育ちも関西ですけど、そんな面白いことを言って育ってきたわけじゃないんで、まあ、送ってきても構いませんけど、うまく答える保証も自信もないですっていう風に言っておきます。はい、というわけでそんな感じでね、お願いします、大喜利もしあるならということです。はい、続きまして、みつきんさん動画の総再生数、みつきんさん動画の総再生回数10万超えおめでとうございます。ところでゴールデンウィークはどこかへ行かれましたか、ということで、10万ありがとうございます。まあみつきんではないんですけど、ありがとうございます。はい、まあね、過去にね10万達成し
ましたみたいな動画上げたのは自分で覚えてるんですけど、あれは実況やってない頃に、アーケードっていうのかな、ゲームコーナーとかであるようなデータカード出すっていうのかな、のゲームの仮面ライダーのゲームの動画をの再生回数踏まえての10万だったんですよ。でそれが割と、まあ、多分僕の今まで投稿してきた動画の中で一番再生されてるってぐらいなんですけど、大体それがね1万は超えてるのが1万、うん、ぐらいがあったんで、それ踏まえての10万だったんですけど、今の今回の10万突破は完全に実況動画のみでの10万っていうことで、やっぱりそれは嬉しいなと思います。でゴールデンウィークどっか行きましたかっていう話ですけど、ゴールデンウィークの間ね、我が家家の話なんですけど、キッチンをねリフォームしてたんですよ。まあ、お金めちゃくちゃかかったみたいなんですけど、リフォームしてて、リフォームするってことはやっぱ家の人が誰か家にいないといけないんで、それで僕とか特にね、基本的にまあバイトしてるぐらいの暇な人間なんで、大体まあ家にいさされたというかなというか、まあ、親も仕事で、仕事じゃないか、連休なんでやっぱ仕事なかったんですけど、やっぱそうなるとね、親も家にいるということで実況も撮れなくて、本当にゴールデンウィークは動画見るか編集するかぐらいしかなかったんですよ。はい、なんで特にどこも出てないです。はい、続きまして、イチロー選手がマリナーズと特別アドバイザー契約を生涯契約として結びましたが、今後はどのように活躍していくと思いますか。どうなんでしょうかね。今シーズンはとりあえずそんな感じだそうですけど、まあ、本人は引退とは言ってないんですけど、まあ、引退に近いものなんじゃないかなとは思います。だから多分もう日本に帰ってくることは、日本球界に帰ってくることはないんだろうなとは思いますけどね。まあ、正直本音を言うと、最後の1年だけでいいんで、ちょっとオリックスに帰ってきてほしいなっていう気持ちはすごくありますけども、まあ、多分無理でしょうね。うん、だから多分このままマリナーズのコーチとかになるのかなっていう感じですかね。なんかそんな気がする。日本球界には関わらないんじゃないかなと。ゆくゆくはちょっとオリックスでね関わってほしいんですけど、難しいかなと思ってます。はい、まあそんな感じですかね。続きまして、歴代かっこ現役 OB の NPB 経験者かっこ特例としてマーリンズの田澤純一投手を含むの中からドリームチームを作るとします。ベンチ入り25名およびスタメン10名 DH ありを選ぶとしたら、どのようなチームを作りますか。これね、これはちょっとすぐには考えられないですね。僕もねがっつり野球見てたわけじゃないんですよね、実は。小学校かなぐらいの頃は見てたんですよね、やっぱり当時からオリックスファンとして。ただ中学あたりからかな、逆に見なく、すっかり見なくなった時期とかあるんですよ。本当に4年前ぐらいまで正直見てなかったんですよ、野球。逆に野球中継っていうのがあんまり好きじゃなくて、それこそまあ見たいドラマとかあったら、ね、野球のせいで延長してて、それに怒ってたぐらいの時期もあるんで、本当にはっきり見てたわけじゃないんで、ちょっと分かんないですね。あと、ね、どうしてもパワープロのなんで、パワープロのステータスでついつい考えてしまったりするんですね。OB 選手とか特にそういう風に考えちゃうかなとは思いますけど、まあどうだろうな。現役選手で入れるならやっぱ菅野投手かなとは思いますけど、ピッチャーで言うと外野手は守備要員に秀則選手とかね、なかなかロマンがあっていいんじゃないですかと思いますけどね。まあ全員はちょっと答えるのは無理ですけど、まあ、なんかいろいろ考えれば、でも結構みんななんか同じような回答になるんじゃないかなとも思いますけどね。割とやっぱり偉大な選手っていうのは決まってますから、それこそキャッチャーで言えば古田選手とかの、あの野村克也さんとかね、答える人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕の場合どうしてもねオリックス好きとか好きな選手とかがいるんで、そういうのに
偏るというかそういうのを入れる場合もありますけど、実力とか兼ね備えて考えたらやっぱりみんな大体同じ風になるんじゃないかなという、やっぱそうなる気はしますね。はい、まあすぐには決められませんけど、まあ、そんな感じです。はい、ということで今回質問箱いただいたのを答えてまいりました。でですね、まあ動画はこの間投稿したんですけど、またねあのパブロ2018で栄冠9の実況をやろうかなと思ってるんで、それの募集要項って言えばいいのかなの動画はねもう投稿したんで、よければ見てください。追加で答えるわけじゃないですけど、リクエストは、まあ、あの動画が、まあ、今のところは一番いいんですけど、まあ、もちろん投稿されたらその本編の方に書いていただけたら嬉しいかなとは思います。まあ関係ない動画でもいいっちゃいいですけど、できればやっぱりね栄冠9の動画にお願いします。ということで、以上ミツキックバスターでした。まあ、最近ちょっとねほとんど質問箱しか答えられてないんですけど、本当に質問箱は本当に嬉しいんでありがとうございます。ということで以上ミツキックバスターでした。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。来月の秘密基地でお会いしましょう。バイバイ。